10月2日晴れ。今日も先生に相談した。自分が何をすればいいのかわからないんです。たくさん考えなくちゃいけないことがあるんです。先生も一緒に考えてくださいよ。ねえ先生、先生、先生。なんで怒るんですか。いい加減にしろなんて患者に言っちゃいけないですよ。先生医者じゃないんですか。パソコン使ってる患者さんの紹介もしてくれなかったじゃないですか。お前なんかに合わせられない。ひどいですよ。僕は患者ですよ。医者は患者にごめんなさい、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 ごめんなさい。もう変なこと言いません。だからもう怒らないでください。怖い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 。奥田、お前に何度謝る癖がついたのか分かったよ。僕もそうなりそうだ。幸さん、希望の世界を取っちゃってごめんなさい。渡部さん、見殺しにしてごめんなさい。岩本良平さん、あなたの日記を読んでごめんなさい。遠藤智久さん、畜生、お前には謝らないぞ。渡部さん、なぜ僕に幸さんの日記を読ませたんですか。僕にどうしろと言うんですか。遠藤智久も逃げやがった。またハッキングしてくるかもな。しかして渡部さんもハッキングされました。僕と同じ方法で狂わされた。自殺まで追い詰められた。そうですね。遠藤智久、全て奴がいけないんだ。僕がしなきゃいけないことって。渡部さん。